おはようございます。チロチロです。新型コロナも心配ですが、福島原発も最近は報道が少ないので心配になっています。私の記憶ではこの秋頃にメルトダウンによる汚染水のタンクがいっぱいになってしまうとの報道があったと記憶しています。結局のところ海に流すのかどうするのか様々なメディアで論争されていましたが、結論は出ずあやふやなままだったと思いますね。結局今現在どうなっているのか心配しています。さて本日もシリコンネタをやっていきます。まず現状を見ましたね。今日はあまり汚れていませんが、多少なり砂やほこりは乗っています。まずはじめに噴霧器のミストを使っていきますが、撥水状況を見ていきますね。洗車前の撥水状況を見ていきます。最近はありがたいことに多くのコメントが来ます。コメントを多くいただきますと動画作成のモチベーションにつながりますので、今後ともよろしくお願いいたします。まだ洗車していませんがコロコロに撥水していますね。コメントを多くいただいておりますが、コメントも様々で、中には私のミニが購入後間もない状態だから綺麗なのではないかなと思っている方も多いようですが、愛車ミニは今月ぐらいで2回目の車検で丸5年目で、走行距離は7万キロオーバーとなっています。ほぼ毎日使用していますので結構走行距離も走っている状態で、保管環境は当然のごとく青空駐車ですね。また機会があれば走行距離メーターも撮影してみたいなと思っています。私のチャンネルでは長年シリコン洗車を継続してきた経験をもとにシリコン洗車関係の動画を主にアップしています。シリコン洗車を継続すれば少なくとも丸5年目の私の愛車ミニぐらいの状態には維持できますね。ちゃちゃっと本日も水洗車を行っていきます。本日もよろしくお願いいたします。今日はシリコンの施工等に関するものと言いますより、そもそもシリコン洗車って何が良いのかというそもそもの疑問について話ししながら洗車していこうかなと思っています。車のコーティングと言いますと、今は新車時にガラスコーティングをされている方がほとんどだと思います。私自身も新車購入時当然ガラスコーティングをしていました。今までも過去に何台も車を乗ってきましたが、基本的にはガラスコーティングをしていましたね。私の洗車技術ではいつも数ヶ月から1年後程度でルーフやボンネットにディポジットができてしまい、いろんな市販剤を試しディポジット問題を何とかしてきましたが、なかなか良い結果には至らずって感じがありましたし、費用ばかりがかかり満足いく結果にはなりませんでしたね。特にミニは BMW 系列ですので、ガラスコーティング剤には10万円以上もかかりましたので、高価なコーティング剤ですので少しも期待していましたが、ミニも結局半年ぐらいでディポジットがひどくなってきましたね。このミニも今まで同様にディポジットに悩んでいましたね。そんな時シリコン洗車なるものを知り、疑いつつ試しに始めてみました。最初は本当にシリコンオイルを塗るだけでディポジット問題が解消されるのかなぁと半信半疑でしたが、2ヶ月ほど継続すると徐々にあれほど白くこびりついていたディポジットが薄くなってきました。これは本当にいいかもしれないと思いまして、そのまま継続し3ヶ月ほど経過すると知らないうちにディポジットはなくなっていましたね。ガラスコーティングと言いますと、以前の私のようにディポジットで悩んでいる方も多いように感じています。ガラスコーティングで綺麗を保てている方はいるかと思いますし、私の洗車技術が乏しい結果でそうなったのかもしれませんが、世間一般的には私と同様に素人でディポジット問題を抱えている方が多いことだと思います。
量販店などに行けばそういったディポジット除去剤が多く並んでいることを見ても推測ができますね。洗車が上手な方でワックスやガラスコートで綺麗を保つことができる方はシリコン洗車は必要ないと思いますが、私と同様な経験や失敗をされている方にはシリコン洗車は本当にいいと思いますね。ちゃちゃっと水洗車できました。水洗車のみですね。でこのクオリティとなっていますね。ミニでの経験で言いますと、確かに市販剤などでディポジットの除去はできることもありますし、ディポジットを除去し磨きなどができればなおさら綺麗になりますね。ただ私が求めているものは根本的にディポジットがつかないようにしたいなとずっと考えていました。そんな時こちらの KF96 シリコーンに出会い、素人洗車が変わりましたね。劇的に変わりました。結局のところ除去剤でディポジットを除去しても根本的にメンテナンス方法を変えないと、結局また半年ほどしたら除去剤に頼ることになってしまいます。つまり除去してまたついてまた除去する、この洗車の負のスパイラルを何とかしないと、いつまで経っても同じことを繰り返す羽目になってしまいます。このシリコンがあると素人でも綺麗を保つことができますね。1リットルあれば1年以上持ちますし、私は1年半は持ちますので、コスパは最強ですね。次はこちらのシリコンを原液のままダイレクトで塗っていきますね。基本的には私は面倒なことは苦手なタイプです。シリコンに出会う以前は洗車に結構時間をかけていましたが、時間をかけた割にあまり綺麗にならず、翌日には青空駐車ですとすぐに汚れるを繰り返していましたね。今となってはそらそうだと思いますが、昔はずっと同じ負の洗車スパイラルを繰り返していました。年数を重ねることでディポジットは成長し、ディポジットがあると車は輝きを失っていくものですね。シリコン洗車は私と同様に素人で洗車技術が乏しい方には本当に良いと思います。洗車は突き詰めていけばいくほど奥が深いもので、素人には限界があります。鉄粉処理やディポジット除去、ピッチタール汚れ、様々な対処が必要で、その都度費用もかかりますし、自分でするなら時間や技術も必要になってきます。どの商品がどういいとか、商品の口コミを見たり調べたりすることにも時間がかかりますし、本当に面倒ですよね。シリコン洗車なら少なくとも素人の私の場合は、先ほども言った通り洗車の負のスパイラルからは容易に脱却できますね。長期間にわたり愛車をきれいに保つには、このディポジットを除去し、また数ヶ月後にディポジットがついてしまって、また除去するという負の洗車スパイラルから脱却することは本当に重要になってきます。シリコン洗車は時間はかかりますが、シリコンを継続するだけでディポジット問題は解消されますし、それだけではなく、その後も特別なことをせずとも、洗車技術が乏しい私でもディポジットが再度つくっていうことからは解消されますね。やっていることはシリコン継続のみで、普段のメンテナンス方法は水洗車のみです。素人には本当にありがたいですね。時間をかけてシリコン洗車を継続すると、徐々にシリコン被膜が形成され、シリコン安定につながってきます。安定さえすればメンテナンスは水洗車のみで、慣れれば1回の洗車は30分もあれば簡単にできますね。シリコンは私の場合は3ヶ月ほどは持ってくれますので、季節の変わり目頃にシリコンをまた追加すれば、シリコンの減衰分は補充できますね。
今日は水洗車後ちゃちゃっとシリコンを原液で補充しちゃちゃっと拭き上げしていますが、継続し安定まで来ると簡単に拭き上げできるようになってきますね。こんな感じですね。現在ボンネット付近にシリコン原液で散布し伸ばしましたが、これからちゃちゃっと拭き上げていきますね。現在伸ばした状態ですのでこんな感じでムラムラですが、この後ちゃちゃっとやっていきます。黒のボディですと本当にシリコンのムラは目立ちやすいですが、安定してくると何ら問題なくできるようになってきます。これから軽く拭き上げていきますね。もう1回2回と拭くだけでもうこんな感じですね。もうほぼシリコンのムラなくなりましたね。こんな感じですね。本当に楽になってきます。継続すればするほど楽になってきますね。今現在シリコンのムラ等で悩んでおられる方がもしおられましたら、問題ありません。継続するだけで大丈夫です。あまりムラは気にしない方がいいかなと思っていますね。拭き上げていないところは若干こうやってムラが残っていますね。シリコン洗車はよく汚れにくいと言われていますが、その汚れにくいという表現は表面上のものではないですね。当然シリコンコートでもボディは表面的には汚れることは汚れますが、ここで言っている汚れにくいということは塗装面に深刻なダメージをもたらす汚れにはならないということですね。つまり表面上は汚れていてもシリコン被膜のおかげでディポジットなどの塗装面に大きなダメージを与えるものにはならないということです。もちろん雨洗車というシリコン最大の恩恵はありますが、それは雨の量や質によっても変わってくるところがありますね。ちゃちゃっとシリコンコートして拭き上げしましたが、もうこんな感じですね。ピッカピカの状態になってますね。今日はここまで、そもそものシリコン洗車って何が良いのかについて話してきました。素人洗車では陥りがちな負の洗車スパイラルからシリコンなら簡単に脱却できることを話してきました。シリコン被膜はディポジットから守ってくれますし、鉄粉からも守ってくれます。使うものはシリコンと水です。たくさん様々な洗車グッズを買い揃える必要はありませんし、初期費用も抑えられます。素人洗車にはうってつけですね。シリコン洗車はこまめな洗車が必要と言っていますが、週1程度の洗車ができれば十分ですね。私は10日に1回の時もあります。最後に噴霧器ミストで散布し撥水状況を見ていますが、こんな感じですね。やっぱり撥水状況は抜群です。シリコンコートですと撥水能力はすごいですね。このシリコンの撥水ですね、噴霧器で少量のミストをかけてあげるだけでスルスル流れてくれる、この撥水能力が雨洗車で綺麗になるゆえんですね。本当にごく少量のミストで十分に流してくれます。結局のところどのみち他のコーティング剤やワックスでもこまめに洗車することは一緒ですね。シリコン洗車なら1回の洗車時間を短縮できますし、ワックスを塗ったような輝きやツヤを簡単に得ることができます。シリコン洗車に興味を持っておられ、初めて見たもののうまくいかないという方がおられれば、コメントで質問ください。コメントされる際は車のボディ色やシリコン洗車何回目などかなどを言っていただくと質問に答えやすいので、よろしくお願いいたします。シリコン洗車をはじめ継続していくと愛車が徐々にきれいになっていく過程を体感できますので、楽しんで洗車ができますね。洗車を楽しむことは洗車にとっては本当に重要です。
シリコン洗車ライフを楽しんでみてください。ちゃちゃっと洗車して愛車ミニが仕上がりましたので、これから見ていきます。最後までご視聴ありがとうございました。